梅田院やで。美容クリニック、今日は大阪梅田院でも人気の埋没法スタイルズのご紹介をさせていただきます。 SBC では5種類の埋没法があり、違いはいっぱい種類があってわからないという方も多いかなと思いますが、こちらの動画を最後までご覧いただけると全て解決できます。まず1つ目が大人気のクリックスメイティングダブルです。こちらはバレたくない、間違い、当日からメイクがしたい、一生涯保証付き、傷を作りたくないという希望を全て叶える最強の埋没法です。まぶたの表側ではなく裏側に糸玉が来るので、目を閉じた時にポコポコしません。なんといっても大阪梅田院所属の院長横谷先生が開発しました。これやで、全国トップクラスの賞レースを持つ先生でございますので、お客様のご要望に合わせたデザインもすぐにできちゃいます。実際にクイックコスメティックダブルを受けたスタッフの動画をご覧ください。どうぞ。2つ目は強度を重視される方にぴったりのフォアボール対策です。まぶたの表面に傷はできますが、クイコスメティックダブルと同じぐらいの強度がありますので、まぶたの脂肪が多く分厚い方や平行型のご希望の方におすすめの方法です。こちらもクイコスメティックダブルと同じで一生涯の保証がございます。3つ目は糸玉が2つのためリスクを最小限にしたい方におすすめのカレーズライスクエアスタイルズです。こちらはもともと2重のラインがついており、日によってラインが薄くなったりする方や2重のラインを安定させたい方に最適です。保証も5年間ついております。4つ目は細い糸を使って糸玉を最小限に小さくするために工夫した収納スタイルズです。少しでも持ちを良くしたい方とか、金額とのバランスも考えたい方におすすめでございます。5つ目最後は従来からある一番オーソドックスな埋没法の湘南スタイルズです。こちらは再生率保証が3年ついており、一番ご料金がお安くご案内ができますので、金額重視の方におすすめでございます。いろいろこれまでご紹介させていただきましたが、少しでも二重になりたい、二重のり卒業したいなど思われている方は、大阪梅田院のカウンセリングへお越しください。カウンセリングは無料です。